ボクシング、ありま再戦要求が実現し、豪快 KO。相手は門絶し、立ち上がれず。モハメドありの孫、ニコアリウオルシュ、22、レイは5勝、4KO 無敗と、快進撃だ。判定はわずか1試合、昨年12月の、レイエス・サンチェス、レイとの一戦だ。ウォルシュは勝利も、接戦と自分のパフォーマンスが気に入らず、サンチェスに再戦を要求してきた。 そして、今回、8月20日、米カリフォルニア州、サンディエゴにて再戦が実現し、ウォルシュがニール2分45秒、強烈な左ボディで沈めた。サンチェスは、うつ伏せに悶絶し、しばらく立ち上がれなかった。フォト動画、ありウォルシュボディが食い込む。その KO の瞬間、スロー映像も。試合は、開始からウォルシュは、ジャブで攻めるが、サンチェスが、カウンターからの連打で距離を詰めていく。 2R、サンチェスの連打に、ウォルシュの左レバーブローがヒット。やや動きが止まると、ロープに詰め、ボディを中心に連打。そして、ラスト30秒、サンチェスの左フックに、カウンターの左ボディを効かせると、そこにとどめの左ボディがえぐり、サンチェスは両膝をつき悶絶。完全決着をつけた。ウォルシュは、目的としていたものが全部できたと、満足げに語り、さらに上を目指していくとした。